怖い。やだ。死にたくない。始まりなどではない、我らが生み出した最初の希望だよ。候補生の戦闘介入、現在の防衛戦力をそのままとし、現状を打破するに最もふさわしいかと。クリスタルの加護を信じましょう。あれがスザンの死。なんであんな最前線にいたんだ。なんで死んだんだよ。スザクと弟の未来のために戦うだけだ。全てをかけてな。僕のせいで死んだ。全ての力を出し切り成功させろ。はい。そう。何なんだよ。戦いだけでは作れない未来もあるのです。俺は誓うよ、守り抜く。何をしてでも。振り返ってくよくよする暇はないんです。僕たちは忘れるんだ、死者の記憶を。うるさい。悲劇のヒーローがやりたいならミリテスに残って一人で存分に演じてください。あんたに何がわかる。あなた方の歩む道に光があらんことを。はい、ということで皆さんこんばんは。こんばんは。本日も田畑 D のアクティブタイムレポートをお送りしたいと思います。本日は期待されている方も非常に多いんじゃないでしょうか、ということで、いよいよ発売まで1ヶ月を切りましたファイナルファンタジーレイシキ HD なんですけれども、そのレイシキ HD に付属するファイナルファンタジー15体験版、この情報です、はい、今日たっぷりとお送りしたいと思います、はい、取説スペシャル、はい、お楽しみください、はい、ということで、私大藤とですね、いつものようにノクトがここにおりますので、2人で初めてありますということで田畑さんにお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。
最初にですね、うん、紹介してしまおうかなと思うんですけども、そうだね、はい、今日マーチャンダイジング部さんからですね、うんうん、ぜひここに置いてくれということで、これこれプレイヤー使いのモックが完成したということで、カメラさん寄れますかね、ノクティスに。はい、ということで、まあこの出来でちょっとですね、モックなのでまだこれ1体しかないですから、のうかつにこう触るのも怖いんですけども、うんうん、まだまだ発売日価格等々は未定だそうなんですが、うん、このようにですね、ノクトのプレイヤー使いが仕上がってきているということでご紹介をさせていただきました。はい、はい、それではカメラを戻していただいて、はい、さあそれでですね、今日は、うん、拡張版ということで、はい、なんとニコ生さんにもご協力をいただきまして、ありがとうございます、はい、ニコ生でご視聴中の皆さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと風邪ひいてるんで。そうなんです、ちょっと2人ともひいちゃってて、咳き込んだらすみません。すみません、ね、本当に、ね、途中でね咳が出ることがあるんで、はい、大変申し訳ないです。はい、はい、さあそれでですね、うん、前回のアクティブタイムレポートでこの取説スペシャルは、はい、ロンドンでやるぞと言ったね。言ってましたね。やりたかったからね。はい、ロンドンで、そうこうお約束というか宣言をさせていただいたんですが、うん、はい、真面目に考えたら、うん、非常に機材と人員がかかると。そうね。あと開発もギリギリまで一緒に調整しなきゃいけなかった。はい、そうなんですよ。うん、ということで、急遽予定を早めてですね、本日生放送でお送りをさせていただくことになりました。はい。はい、早まったことで非常に開発が大混乱を起こしましたけれども、なんとか間に合いました。すいませんでした。はい、本当。いえいえ。はい、ということで早速進めてまいりたいと思うんですが、はい、まずはですね、今日はうん、お品書きをですね書いてまいりましたので、はい、アジェンダを先に公開させていただきたいと思います。こちらです。はい、まず前説、はい、今してるのは何だっていうの話もあるんですけど、うん、これじゃなくてこの後に前説があると、はい、はい、いうことでございます。はい、そしてその次にですね、基本操作説明、こちらはですね、動画で、うん、なんかこう繰り返しちゃんと見てモーションとか見ていただいた方がいいかなと思ったので、うんうん、基本操作は動画でご説明をさせていただきます。2機種分あるからね。そうなんですよね。はい、だからそれぞれの操作方法は多分動画で見た方がいいと思います。はい、はい、そしてさらにまあここがメインかなと思うんですけども、うん、実機を使った詳細な操作説明というのを行います。これはかなり今日しっかりとゲームを実際に遊びながら操作の説明するつもりなんです。そうですね、はい、はい、注目だと。さあそして最後に、うん、まあこの操作説明だけではきっとフォローしきれないであろういろんな質問をですね、うん、まあ、Q&A という形で、うん、僕の方から田畑さんに聞いていこうかなと。マニアックな Q&A、はい、まあ毎回タイトル変わってる気もするんですけど、はい、一定しなくなってきたんです。すいません、はい、はい、というこの4本立てでですね、はい、お送りさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日何分やる。今日は終了時間決まってないです。あ、そうですか。はい、はい、やりたいことをやりきったらやめると。なるほど、わかりました。はい、ということで、はい、皆さんお付き合いください。どうぞお付き合いください。長丁場かもしれません。はい、はい、さあということで、じゃあまず前説に行きたいと思います。あ、これから前説なの。そうなんです、ね、変ですね。なんかね、はい、名前を変えればよかったですね、はい、じゃあ前説の一つ目です。まあ、ストーリーというか、うん、メインクエストとか、うんうん、こう体験はやっていくうちに発生するんですが、うんうん、まあ、ここは極力ですね、ね、今回ご紹介したくないなと。やっぱりやって遊んで楽しんでいただきたいので、うん、ちょっと見えちゃう部分もあるかもしれないんですが、うん、まあ、極力お見せしないようにしてますと、はい、いうことをあらかじめご了承ください。はい、はい、そして次です。召喚獣、うん、これはですね、これは目玉だからね。はい、そうですね、はい、ここで見せちゃうとなんか一つサプライズが減っちゃう気もするので、うん、またの機会にということにさせていただきたいと思います。はい、一応最大のサプライズが召喚獣のつもりだった。はい、これもうちょっと引っ張らせてください。はい、よろしくお願いします。はい、さあそして次です。ですね、まあこれはヨーロッパとかのインタビューではもうタバさんお答えになってたんですが、はい、日本の皆さんにはちゃんと説明する機会がなかった気がしたので、はい、改めてもともとですね、車を使ったまあロードムービー風なこうところがメインの展開であるというふうにずっと説明してきたんですが、はい、この体験版ではこうゲームの手触りを体験してもらうために徒歩での探索が中心になっているよと。そうです、はい、徒歩のみにしましたね。場所を変えたんですよね。本編だと車をなくしてしまうというかね、車を使えない時間帯ってちょっとあるんですけど、時間、はい、今回体験版そこを切り出して、うん、提供することにしましたので、はい、本当に手触りをしっかりと体験できる内容になってます。はい、はい、さあそして次です。プレイ時間が大幅に伸びました。強調してますね。はい、はい、TGS で、うん、
体験版の存在を明らかにした時には、はい、多分1時間ぐらい、そうだね、うん、でジャンフェスぐらいの時に2時間ぐらいかなって言ってたんですけど、うんうん、まだ伸びたって聞いたのでそうですね、これ今どれぐらいなんですか。ね、TGS の時はそのドライブメインで考えてたから、はい、車で移動しながらちょっと戦闘するっていうような構成で考えてたんですね、うん、それで大体1時間ぐらいだろうっていうエリアを想定してました、うん、でこれを変更して実際に自分で冒険をするという場所に切り替えて、うん、概算で2時間ぐらいの内容だろうなっていうふうに見積もってたんですが、はい、今最新で多分3時間ぐらいだと思います。普通にあの最初から最後まで一応エンディングというのが、うん、設定はされてるので、そこまで遊ぶと3時間ぐらいかな、うん、なるほど、うん、まあ当社費3倍ということですね。いやかなりお得な内容だと思います。あのボリュームを増やしたわけじゃないですけど、うん、実際遊んでみると、これぐらいのボリュームになっていたということで、なるほど、僕ら的にはですね、あのスケジュールの見積もりがちょっと甘かった、はい、思ってたよりもボリュームが多かったので、はい、最後ちょっと大変な思いをしましたけれども、なんとかなりました、はい、皆さんにとってはすごく嬉しいお知らせだと思います。じゃあ3時間ぐらいが目安と、はい、いうことでございます。はい、はい、次行きたいと思います、うん。これちょっと字が細かくてすみません、読めますかね。目が見えないね、もうね。割とですね。すみません、なんて書いてある。勘違いされてる方もいらっしゃるので、ちょっと丁寧に説明させていただきたいんですけども、はいはい、ファイナルファンタジー零式1のパッケージ版、はい、これを買うと、ファイナルファンタジー15体験版のダウンロードコードがついてきます、うん、はいはい、そうですね、で、はい、ダウンロードコードを要は入力して有効にこう15の体験版がダウンロードできる期間が、有効期間、有効期間が1年間ということで、うん、はい、あの1年間しかデモが遊べないということではないので、永遠に遊べます。そうです、はい、だからちゃんとダウンロードコードを手に入れたら1年間有効期限ありますが、その間に好きなタイミングで入れてくれ、そうですね、ということでございますので、はい、はい、お間違いないよ。よろしくお願いします。さあ、次です。はい。これね、今日何気に、初発表ということで。ちょっと次からメガネかけ。大丈夫。老眼とか。だいぶ見えなくなってきてる。大丈夫。後ろ。産業は厳しくなってきてる。後ろ振り向いてもいいですか。はい。価格ですね。ダウンロード版の価格。はい、はい、ファイナルファンタジー零式HD のダウンロード版、はい、価格が決定しまして、はい、6100円プラス税。はい。よろしくお願いします。ございます。もちろんあの15の体験版はついてくる。そうだね。はい、まあまあ、データが好きな人、そうですね、ハードディスクに全部入れたらそういうのがいいなっていう方はこちらの方がよろしいんじゃないかと思います、はいはい、そしてこれに関連しての情報なんですが、次です。ダウンロード版の零式 HD にファイナルファンタジー15の体験版が付属するのは2ヶ月間、はい、約2ヶ月間、はいはいはい、配信開始から2ヶ月だね。そうですね、はい、はい、これはやっぱりパッケージ版の初回特典としてダウンロードコードが付属するので、うん、まあ、それと同じような価値であるために、はいはい、2ヶ月間のまあ付属期間とすると。そうです。ということは、うん、初回版が、うん、ディスクの方の初回版がなくなったタイミングで終了する。いや、それはさすがにあれなので、うん、まあ、2ヶ月間って今もうここで宣言させていただいたので、この2ヶ月間は必ず保証します。なるほど。じゃあそうかそうか、ディスク版をもし、うん、ディスクの初回版を購入できなかったっていう方は、うん、まだその後ダウンロード版を購入することで15の体験版を遊ぶ機会が、その通りです。あるということですね。あるということですね。はい。はい、ということで次に送っていただいて、はい、まあいずれにせよ有効期限というかですね、そうだね、期間限定的なところがありますので、はい、確実に15の体験版をゲットしたいという方は、ぜひ予約をお願いいたします。はい、ぜひ。はい。はい、以上、前説でございます。はい、はい、さあ送りますか。うん、やりましょうか。はい、ということで、まあここからが本番ですね。あの基本操作説明、はい、でこちらはですね、先ほども説明したんですが、まあ反復したところを見ていただいて、ちゃんとどういうボタンでどういう操作になってるかっていうのを動画でご覧いただきたいと思ってます。じゃあまず実際ゆっくり見てもらう。そうですね。で、あらかじめのお断りなんですが、この動画は Xbox One 版を使用しておりますので、そうですね。はい、それははい。Xbox One で実際に出力しているものをキャプチャーして、うん、今回その動画用の素材にしていますので、はい、Xbox One のね、実際の画面を出すのがおそらく初めて。そうですね。はい。はい、ということで、まあいろいろ見ていただきたいと思います。はい、それでは動画をお願いします。どうぞ。
喋ってみる。カクついてんな、動画のせいだと。はい、はいはい、ということで、基本の操作説明は動画でご覧いただきました、うん、でまだまだちょっとわからない部分とかあると思うんですけども、うん、そこはですね、はい、実機を使った操作で詳しく説明をしていきたいと思います、はいはい、さあということで早速実機を使った説明をしていきたいと思うんですけども、ここからは、実機はですねプレイステーション4を使って説明をさせていただきたいと思います、はい、実際にここで操作してそうですね、はい、でさすがにですね僕ら2人だけじゃなかなか対応ができないので、助っ人をお呼びしようかなと思っております、はい。さあ、それでは僕の方からご紹介をさせていただきます。まずは、チーフディベロップメントマネージャーの那須さん。それから、3D グラフィックスディレクターの岩田さん。さらに、ゲームシステムディレクターの滝沢さんです。それではお三方、ちょっとお入りください。それでは今日のお三方から、ちょっと自己紹介をしていただきたいと思います、チーフデベロップメントマネージャーの、那須です、開発チーム全体の、マネージメントを担当しています、この作品は、開発チーム仲間たちと山や洞窟に実際に行ってそこで触れた体験を、注ぎ込んだゲームです。その体験を皆さんにも、感じていただきたいと思います。本日はよろしくお願いします。3D グラフィックスディレクターの岩田です。仕事をしている内容はゲームの実際のゲームに出てくるグラフィックスの部分の主に見た目の部分を担当しています。例えば今回、入っている24時間の時間変化の部分なんかも担当していますが、大気圏版ではぜひそのいろいろな時間でいろいろな場所で遊んでいただければ嬉しいです。あと
今回、体験版でご紹介できてないロケーションも、たくさん魅力的なところがありますので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。ゲームシステムディレクターの滝沢です。今回体験版用に、チューニングを重ねておりますので、皆さんに楽しんでいただけたらと思っております。よろしくお願いします。はい、お三方ありがとうございました。それでは早速準備の方に入っていただければと思います。はい、よろしく。つまりですね、発売日が発表した後に遅れたとしたらマネジメントの人ちょっとあるグラフィックスにちょっとね、あの不満があるなっていう時は、まあちょっとグラフィックスの人間が悪いこのゲームシステムどうかなっていう時はその子の最終的に悪いのは僕なんですけど、ね、あ、まあまあ、はいはい、まあまあまあそこに落とすんだ、はい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 、さあでですね、今お三方ご紹介させていただいたんですが、実はまあ今カメラで見えてるこのテーブルのすぐ真横にですね、はい、テーブルが用意されておりまして、ここ、ね、そちらで実機を使ってお三方に準備を今していただいております。はい、で今回はですね、複数台の実機を持ち込んでおりまして、うん、ちょっと皆さんにできるだけスムーズに画面をご覧いただくために、うん、こう信長の鉄砲打ちのようにどんどん入れ替えながら、うん、シーンをご覧いただこうかなというふうに考えております。はい、実機操作なので、あ、このひどいこと書いてます。実機操作なのでぐだるかもしれませんが、いや、そうだね、いや多分ぐだると思うんですけれどもお許しくださいなかなか思ったようなシチュエーションにならないかもしれないですけど、気長にお付き合いください。はい、よろしくお願いします。はい、でまずですね、最初に見ていただきたいのはここからかな。はい、準備大丈夫ですか。大丈夫かな。はい、いいですか。じゃあ、うん、はい、2番からお願いします。はい、お、タイトル画面、今日写メ撮ってさっき大藤さんに送ったよね、あの昼ぐらいだった。そうですね、はい、あれをモーグリにツイートさしときましたけども、はい、で、あれ実は静止画だと伝わらないんですけれど、うん、これね、まあ、さっき岩田が24時間の時間経過システム入ってるっていうふうに言いましたけど、うん、そのシステム結構ねすごいんで、うん、このタイトル画面も時間がずっと見てると経っていく、そういうタイトル画面。あ、リアルタイムで今、うん、じゃあ時間変化が起きている。起きてますね。月を見てもらうと少しずつ動いていってる、ね、確かにロゴと比べると動いていってますね。動いてますよね、はいはい、これずっと見てると朝が来て、うん、そしてまた昼が来て夕方が来てまた夜が来てってなるんですが、はい、今回体験版1日のサイクルを最終的に45分に調整したんですね。なるほど、はい、つまり1日見るのに45分かかるので、うん、サクッと次に行きたいなと思います。これロードゲームってあるってことはセーブができるってことですよね。あ、もちろんできます。セーブはキャンプとかで宿泊することでできるのと、うん、あとは重要なところではリトライがしやすいようにチェックポイントでオートセーブが入る。あ、なるほどなるほど、はい、それは製品版も今回の体験版も同じシステム、うん、で実際にユーザーの皆さんに配信する体験版を今回使ってデモしますが、うん、お見せするポイントをいくつか用意してるので、うん、それらにこうすぐにジャンプできるようにデバッグメニューの方から入って、これデバッグメニューはないですよね、はい、うん、配信するときには当然ないです、はい、ご自身でゲーム進めていただければと思います、はい、一応お断りでございます、はい、開発だけの特権なので、はい、はい、それじゃあ始めましょうか。じゃあまず、はい、じゃあ1番の方に切り替えてもらって、はい、お、これゲームの中今まさに動かしている画面です。これプレイステーション4で今出力してますね、うんうんうん、ちゃんと動画見れてますかね。今時間は朝です。さっきタイトル画面夜でしたけど、まず朝からスタートしています。はい、ちょっと適当に歩いてもいい、うん、お、水の中に入る。そうそう、これもさっきチャメで宣伝部にモーグリのやつで言えないかなって送っといたんだ、うん、これもアップされてるの。これも上がってます。これも上がってる、はい、これちなみに水の中ってどこら辺まで行けたりするんですか。あ、それは、うん、じゃあちょっと水の中入りましょうか。水の中はね、ここまでここまでこれ、うん、体験版はここまでですね。製品版はもっともっと多分入っていける予定ですが、うん、
まあ、泳げるかどうかはちょっとあれです課題です。なるほど。まだ検討会、はいはい、ただもうちょっと深い腰ぐらいまで入っていって釣りをしたりとか、はい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 、ちょっと挙動が変わるようなところで戦ったりとかは可能性としてはもうすでに想定されています。なるほど、はい、はい、あ、いいね、そこに登ってちょっと周りを見て、ぐるっとこの見えている範囲が体験版を体験版で遊べる範囲、ね、なるほど、はい、はい、おお、朝日が綺麗ですね。綺麗だと思います。で、ずっと待ってると時間が少しずつ経過していくんですけれども、うん、まあちょっとね、あのこのままずっとここを見てるのもなんなので、まずは先頭からちゃんと説明しようかと思います。はい、はい、見る前に起きるみたい。目覚めいいのは羨ましい。あ、これちなみにもうちょっと進んで延々死んだように寝るもんね。道路の方まで行こうか。ちょっと距離がある。いかんせん広いですか。そうなんです。あの、あ、さっき操作動画で入ってたダッシュって、はい、もう一回ダッシュしてみる。あ、これですね、はいはい、これはあのスティックを押し込んで移動するとダッシュになるんですね、うん、押し込まないと普通の走りなんですけど、はいはい、ずっとダッシュしてると疲れます。スタミナがあるってことですか。そうです、そうです、はいはいはい、スタミナ、まあ、そこまで厳密なものじゃないんですけども、うん、あのダッシュがずっと無限にできるわけじゃなくて、うん、時々疲れて、うん、まあ、もう一回それでダッシュ、あ、こういう感じですね、はい、そう、こういう感じです、はい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 、でちょっと見せたかったのはこれです。あの仲間たちが周囲で、うん、まあ、ノクトがバーッとダッシュしていくと一生懸命ついていきたい、はい、ノクトが普通の速度になるとみんなも自然な感じで一緒にノクトの周りを移動しながら、いろんな行動をしたいというふうに、プレイヤーがノクトを操作してるとこのパーティーみんなが一緒にこう自然に行動してくれるっていうのが、うん、例えばファミ通さんなんかにも今回 AI の紹介なんかしてますけれども、うん、そういったその AI の技術によって実現させている、それとアニメーションの技術によってちょっと自然さを作ってるっていうちょっとした、はい、デモ。なるほど、はい、はい、じゃあ早速先頭の方行こうかな。あのちょっと切り替えてもらっていいですか。2番かな、はい、敵が出てきやすいところに今切り替えてもらいました。はい、じゃあちょっと移動してもらって戦闘はですね、うん、お、あ、あの赤いバーが、これちょっと見てもらってもいい、うん、なんか左右伸びて、ああ、なんか今画面の上に出ていたあのゲージは、はい、エンカウントのゲージなんですね、うん、でまあ、エンカウントといってもそれで敵が湧いてきてバトル用のマップに切り替わってっていうものではなくて、うん、普通にそのままオープンワールドでシームレスに敵もいるんですが、はい、プレイヤーを狙ってきた敵がいた場合、うん、あのゲージが作動して、うん、で実際にもう戦闘に入るよっていう時に伸びきってパッと動く。なるほど。じゃああのゲージが伸びきる前に例えば、うん、ダッシュして逃げるとかすれば、うん、戦闘は避けられる。あ、避けられます。なるほど、はい、ただ自分が体験版だとですね、自分で敵の姿を確認し、うん、敵から離れる方向に逃げていかないと回避。なるほど、はいはい、で普段 BGM って流れてないんですよ、うん、でも戦闘が迫ってくると敵が迫ってくるとさっきのような強和音が流れて、はい、で戦闘に実際入ると戦闘の曲が流れるというふうに、まあ、そういう感じになってますね、はい、でちょっと今戦闘の操作ずっとしないで待っててくれたみたいな、適当に戦ってもらいましょう。最初の操作用の動画でもあったと思うんですが、うん、基本的にはですね、アクション戦闘なので、敵の攻撃をかわしたりしながら、うん、自分の攻撃を当てていくという、それを自分でキャラクターを移動させながら行っていくのが基本的な操作です。はい。で、ビッティの特徴の一つとしてですね、うん、攻撃と防御と、あとは連携、その攻防連という要素を複合的に組み合わせて戦っていくという、まあ、アクティブクロスバトルというふうに開発が呼んでいる、うん、バトルが、まあ、一つの大きな特徴なんですが、はい、それはですね、まず基本的にこの戦いは敵の攻撃をかわし、うん、そして自分の攻撃を当て、うん、で次なるターゲットを決めて、うん、またその攻撃をかわして、はい、もう一度攻撃を当てていくという、こういった基本的な組み立てからどんどん発展させていくのが、うん、ベーシックなスタイル。なるほど。もうちょっと敵探せる？
例えばさっきあのハイエナみたいなモンスターにこう、うん、カーソルが当たってましたけど、はいはい、例えばロックオンしたりとか、あ、ロックオンしたりできます、うんうん、オートで自分の向いてる方向の敵にオートで攻撃してくれますけれども、うん、任意の敵にあのターゲットを動かさないようにして攻撃する場合には、うん、あの R1 ボタンターゲットロック、ね、なるほど、はい、あ、そしてまたエンカウント、そうですね、こうやってエンカウントゲージが作動するような敵っていうのは、うん、全てではなくてですね、あの一部のモンスターです、ね、このトーテツっていうハイエナのようなモンスターは、はい、プレイヤーがフィールドにいる限りこう延々追ってくるんです、うんうんうん、でそしてこう襲いかかってくると、なるほど、はい、でも向こうの方に、別のモンスター見えると思うんですけど、草食系っぽいモンスターですよね、そうです、こいつはガルラっていうモンスターですね、はい、うん、でガルラは自分から襲ってきたりはしないんですけれど、はい、普通にそこに生息しているおとなしいモンスター、うん、でもあの自分からは襲ってこないんだけれども、やられたら、まあ、やり返すと、なるほど、はい、でも攻撃今加えましたよね、そうすると一気に戦闘になるまあ今攻撃してほしかったわけじゃないんですけど、このガルラ強いんであ、まあいいかちょっとガルラと戦ってもらおうか、まあ、さっき言ったようにその防御と攻撃というものをうまく組み立てながら戦っていくのが基本なんですが、うん、その他にもですねアビリティっていうものもあるし、はい、武器のセッティングっていうのもあります、うん、で、まあ、今画面に出てるんで左側にアビリティボタン、アビリティ出てますよね、あ、もう出しました、ね、あ、ジャンプしました、はい、三角ボタン、はい、PS4 だと三角ボタンで、うん、アビリティはいつでも出すことができます、ただしアビリティごとにあの MP を消費してます、でそのアビリティは武器についているんですけど、うん、いつでもこう戦闘中時間を止めずにですね、あの切り替えることができて、うん、その出したいアビリティの MP 消費 MP さえちゃんと自分の MP が残っていれば出すことができる、なるほど、じゃあ例えば防御しても MP は減るし、はい、アビリティ技を使っても MP は減るし、はい、シフトっていうワープをしても MP は減るの で、うん、で MP の管理をしながら、うん、まあ、戦っていくというその通り、うん、おそらく FF シリーズの中でもかなり MP が大事になってくるゲームシステムだと思いますね、なるほど、はい、まあ、さっき確かに動画の方でそのガードも MP を消費するって書いてましたけど、うん、厳密にはあのずっとガードボタンを押しっぱなししてる間、うん、ガードモードがずっとこう起動しっぱなしでいつでも避けてくれるんですけど、はい、押してるとずっとなんだろうな1ずつ減っていくではなくてね、はい、回避した時に MP が減る、あ、なるほど、はい、はいはいはい、ちょっとやってみてください、この時に MP、あの青いエフェクトが出た時に減ってるんですね、はい、そうです、あれはあの特殊能力を使って、回避をしてるのでその時は MP 減ってる、そして、まあ、シークト使った時ですね、剣を使ったワープ、うん、この時も MP、じゃあ例えば敵に囲まれて連続で攻撃食らうようなシチュエーションになった時には、はい、一気に MP が減ることもあるってことですね、減ります、ね、はい、ずっと回避してると一気に MP が減って、うん、MP が枯渇するとアビリティも使えない、はい、でシフトも使えない、なるほど、という意味、じゃあ MP なくなった時どうするかというと、うん、ちょっと回避とかに今敵からこうやってですね、敵から身を隠しながらカバーをしたりすると、うん、その時は一気に MP や MP が回復する、なるほど、なのでピンチになった時にはこうやって身を隠せる場所がある場合はカバーをうまく使いながら、うん、戦闘を全体をこう落ちるというのが大事、なるほど、なので敵に突っ込んでいってボタンをこう押すだけだとなかなか勝てない、かなり自分のヒットポイントと MP を管理していかないと厳しいですね、はい、そうです、うん、でこれがまあノクトのベーシックな部分ですが、うん、加えて当然パーティー戦なので、はい、仲間も戦ってるわけです、うん、ちょっとねノクトの操作を見て仲間を、仲間がどんなことやってるか見てられますか、今仲間同士で助け合ってますさっき言ったようにガルラって実は僕トーテツで戦闘をちょっと説明しようと思ってたんですけど、ガルラは強いんですよねで、まあ、強い代わりに経験値も多いんですが、何より肉がうまいだからなるほど、そうガルラを倒すとガルラの肉が手に入って、はい、でそれを使ってですね、実はキャンプをするときにいい食事を取れるんですが、うん、その代わり硬いし強いんです、なるほど、はい、じゃあ低レベルのうちあんまりうかつに手を出すと結構帰り討ちに合います、帰り討ちに合うと思うんですね、うん、今これ体験版
でもっと低いレベルから始まるんですけれど、今日ユーザーの皆さんに説明しやすいように結構高いレベルを設定してきたんですね。それでも苦戦してるんでかなり強い。なるほど、はい、あとねその大きさも小型のものもいれば中型大型もいる。サイズがちょっと、なるほど、同じモンスターでもサイズ違いがいたりする、います。そして持ってる技がちょっと違ったりします。おー、なるほど、はい、では次にですね、仲間を今本当は見せたかったんですけど、うん、ガルラだとなかなか凍結まで、あ、凍結ですね、凍結と仲間が戦ってる様子見られます。ガルラの手はさすがここはオープンワールドっぽいですよね。そう、何が起きるかわからない。そうです、他の敵が来ちゃう。ダメだ、これ結構シビアだあとさっきガルラと戦ってる時、うん、時々ガルラが光って、あ、今みたいに、はいはいはい、光ってる時ありますね、うん、あれはまあ FF おなじみ の, 攻撃が来るっていうのなんですけど、はい、15だよね。お、あ、倒れるには早すぎる。今ティレット出してましたけど、はい、敵が光った後に繰り出される敵の攻撃は、うん、強力な攻撃です、はい、で食らうと大きなダメージを食らうんですが、うん、その攻撃はパリーといって、うん、弾き返して反撃に移ることが可能でもあるんですね、うん、なるほど。なので敵の強力な攻撃は自分が反撃をするチャンスでもある。そこを回避するのか、うん、そうではなくパリーで弾いて反撃をするのかっていうのを考えながら、うん、戦うことができる。なるほど、はい、これですね。はい、これです、ね、お、そしてイグニスが今、そうですね、今これはただの反撃ではなくて連携を出してます、うん、いや、パリーした後に連携が発生する、はい、そうです、という理解ですか。そうです、自動で AI 戦闘の中でも通常戦闘の中でも連携ってしてるんですけども、うん、例えばノクトが狙う相手を一緒に狙ってくれたり、はい、ノクトがピンチの時に助けてくれたり、うん、仲間同士が協力し合ってるっていうのは普通のシチュエーションであるんですが、はい、パリーからスペシャルな連携につなげられるっていうのもまたポイントです。なるほど、はい、でそれはプレイヤーが自分で強力な攻撃を連続で叩き込んでいけるシステムなんですけれど、うん、これはでも製品版でしっかりと楽しんでもらいたい要素で、うん、今回体験版ではですね、まあ、1個だけ入れちゃ、今の連携を知ってもらいたくて1個だけ入れたんですが、はい、実際は製品版では仲間同士がこう仲良くなって、うん、旅を通じ成長していき、うんうん、キャンプなんかで自分たちで話し合って技を編み出していくっていうプロセスが実はある。それで連携技っていうのがどん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 生まれて発展していくっていうのがあるので、うん、はい、連携のスペシャルな連携技は製品版でできる。なるほど、はい、まあ、1個入れちゃったらどういうものかを知ってもらって、まあ、手触りとして知ってもらいたいということですよね。はい、そうです、はい、あとはですね、ちょっと他の、もうさっきのガルラ倒した敵はそのフィールドに生息して徘徊している敵っていうのは、うん、倒しちゃうといなくなっちゃうやつもいれば、うん、どんどんいろんなところからやってくるやつ。なるほど。で倒していなくなっちゃったけども、うん、ちょっと日が変わるとまた復活していたりするので、うんうん、全くいなくなってしまうということはないですね。なるほど、はい、ただし一気に倒してしまうとそこの場所からはその日はもう、あ、ちょっとやばいやつ、おあいつはですね、ガルラの中のガルラと言われる、あからさまに大きいやつがいますね。いますよね、はい、クイーンガルラですね。ちょっと一回回復させてから行ったのかな。 HP、MP って自動回復するんですけど、うん、その速度はすごく遅いんです。はい、で早く回復したい場合はアイテムを使って回復したり、なるほど、はい、さっきのカバーを使って回復したり、うん、あとシフト後をマップに対して行える場合もある、うん、マップにビーンと剣を刺して、はい、そこにこうワープすることもあって、その時っていうのも回復がかなり早く、うん、なるほど。今そのアイテムメニューとかも何気に初めて見ました。そうですね、はい、じゃあちょっとメニューの説明もしようか、うん、そいつに攻撃を仕掛ける前に武器装備しましょうか。今回体験版でできるのはアイテムの使用できます、はい、でノクトの武器の装備を切り替えることができます、う
仲間の装備は今回はマスク、うん、で武器の装備のシステムはあのバトル中これもいつでも呼び出せるバトルメニューが、はい、一番上を見てもらうとですね、ブレイクって書いてあって、はい、まあ一撃目ですね、初撃攻撃をするときの一番最初に使う武器をここに設定しています。なるほど。これどういうことかっていうと、うん、射程を重視した最初の攻撃にするのか、うん、攻撃力を重視した攻撃にするのか、うん、もしくは本当にその攻撃発生が早い速度重視の攻撃にするのか、うん、敵のタイプによって一撃目がどれが有効かっていうのが変わってくるんですよね。なるほど。なのであの回避性能の高い敵と戦う場合には速度重視にしたり、はい、リーチの長い敵と戦う場合には、周りを重視したりっていうことを考えて設定する、はいはい、で今からこう戦おうとしているガルラのあのボスはですね、うん、避けないんで、うん、なので多分攻撃力重視にしていっていいのかなと思う。なるほど。じゃあラッシュを変えましょうか。ラッシュは連続で繰り出す接近戦の時に連続で繰り出すで、いわゆるコンボとしてつながる攻撃のことですか。そうですそうです、はいはいはい、一撃目の後に連続で繰り出していけるコンボ攻撃をどの武器にするか、うんうん、でこれを一番攻撃力の高いやつにちょっと装備、ツバイハンター、はいはい、で戦って、はい、はい、これ囲まれたらやばそうだね。いや全然減らないです。減らないですね。全く攻撃力を高めたことが伝わらないですこいつ、まあ、こいつ選んだのがちょっと間違いですねこれでもさっきまでの戦闘のアクションを覚えていると違いが分かるんですが、あのでかい剣を振り回しながら連撃しているんですね。でさっきまで使っていた武器よりもこちらの武器を使った方が一撃一撃がすごく多い。ただしあの速度がやっぱり遅いので、うん、一番最初に戦った東鉄なんかはかなり回避をされてしまうっていう、うん、はい、出足が遅いとかそういうことですか。そうなんです。でも遅いし、はい、次の攻撃までの間も長い、うん、なるほど、はい、でこう戦いながらちょっとこの武器のセッティング違ったなと思ったらすぐにカッチの身を呼び出して、うん、もう一回バトルメインにする、はい、で装備とパッとその場ですぐに切り替える。なるほど。じゃあ一撃目をクリティカル重視にやりに、はい、あとは例えばジャンプ攻撃の武器ももうちょっと攻撃力が高いものにとか、そういう感じで、そうですね、そういう感じで自分のスタイルをどういう風にセッティングするかっていうのをこう戦闘中いつでもメニューを呼び出して切り替える。今武器の名前の下にそのアビリティ名みたいなのついてましたけど、はい、あれがすなわちこう武器に固有のアビリティがついてるっていう意味ですね、はい、そうですそうです。あの左に出ているジャンプっていうのは、うん、さっき装備した槍についてるんで、うん、で装備っていうのは1個の武器ではなくてあのその戦い方に対して全てセッティングしてる分装備してる、うん、だから複数の武器のアビリティを戦闘中にいつでも繰り返して繰り出すことができるっていうのが左側のアビリティ。なるほど。ちょっと製品版だと変わるかもしれないですけども、うん、今はこう普通に左右でワンボタンで切り替えて、今こう十字キーの左右で手持ちの武器の持ってるアビリティを切り替えてる、ね、そうですそうです、はい、ですぐに三角ボタンで MP があれば出すことができる。なるほど、はい、今ドレイン剣と選ばれていて、おこれがドレイン、この赤いエフェクト、そうです、これドレインしてるんですね。またパッと切り替えて、うん、アビリティ切り替えてください。はい、これもうやられた。はいはいはい、どうする MP が足りないこれ MP が足りない。 MP 足りないときにはでマップにシフトしたりとか MP 自動回復できるとこまで逃げたり、カバーができるポイントがあったらカバーしてまあ、そう言っていろいろと選択しながらやる、はい、逃げてもその先にガルラがいる。ガルラはねやっぱ強いんです。なのでちょっとガルラと戦うのはこの辺にして、次にですねあのゲームをどういうふうに進めていくのかっていうところを説明したいと思うので、はい、ちょっと場所を変えようか、うん、ちょっと切り替えお願いします。
さっきは戦闘の基本的なところを大体お見せしたんですが、はい、ずっと戦い続けるわけではなくて、うん、やっぱり旅の中にメインストーリー的な目的と、うん、あとその場その場で発生していく目的です、ね、なんかマーカーみたいなのが出てますよね。そう、このマーカーは目的地に設定されているところに表示されます。で、距離も一緒に表示される。はい、そのマーカーのところに行くと、これ見に行かない？なんだ？あ、なんかいろいろ会話も発生してます。そうですね、キャラクター同士はかなり自然に AI でやり取りしていて、うん、おはい、地図からするとこっちの方だな。実はスモークアイという名前の、うん、今回の体験版で最も重要なモンスターであるベヒモスを、はい、今これ手がかりを探している途中でした。なるほど。で、一つの手がかりを今見つけたことで、うん、そのクエストが次の段階に進んで、うん、新しい目的地の候補が出てきたところなんですね。はあはあ。でですね、さっきバトル中に開いたのはバトルメニューというものなんですけれど、うん、ちょっとトラベルメニュー開いてる？バトルをしてない時に開けるこのトラベルメニューというのもあって、うん、まあ全体のマップが表示され、はい、目的地の設定ができて、うん、でクエストごとに今選べる目的地っていうものをこうチョイスしていける。ああ、なるほど。じゃあ今マップ上にあるあのいくつかの候補から自分が行きたい場所を選べば、うん、はい、実際の画面上にマーカーとして現れる。そうです。でその場所に距離がどれくらいあるかも現れて、うん、そこに向かっていく指標になる。なるほど。もちろんそこに行かなきゃいけないわけじゃなくて、うん、全然関係ないところに行って、うん、別のクエストが自然に発生してそれを楽しんでいてもいいし、はいはい、全く別のバトルだけをしていてもいい。なるほど。そこら辺の自由度はありつつも、うん、ただ遊びにくくならないようにこういったシステムも一緒に搭載して迷わなくて済むよっていうことですね。そうですね。ただこれに頼らず自分で好き勝手に歩き回っても全然いいよと。はい、そうです。はい、で、まあちょっとでもこれ言っちゃうとまさにそのベヒーモスを追跡していくクエストがどんどん進んでしまうので、あ、はい、流れはこんな感じですよっていうのが、ちょいちょい出てるあの青い光って何なんですか？今近づきました。あ、これはね、お、今これアイテムですね。収集要素ですね。錆びた金属片。はい、これはお金に売るとちょっとギルがもらえる。貧乏旅行なんですね、この一行は。王子なのに？王子なのに、うん。で、まあ言ってもいいのかな。この体験版の目的って、お金を稼いで、はい、自分たちの大事な車を取り戻すことにある。あ、で、今言ったように、お金をあまり持たずに旅に出ているんですけれど、車は高級車なんですよね、ロイヤルカーなので。まあ王族の車ですもんね。そうなんです、そうなんです。はい、で故障させてしまったんで修理しなきゃいけない。はいはいはい。修理ですごい高いんですよ。高級車だから。高級車だから、はい、でそれが払えないっていうのが本編の設定にあるので、その設定はそのまま今回の体験版でも活かした。なるほど、はい、じゃあ今めっちゃ貧乏なんですね。めっちゃ貧乏。だから錆びた金属片を拾わなきゃいけないほどに。そうそう、それを少しずつお金に変えてお金を貯めなきゃいけない。ただ、はい、一発逆転が、うん、この辺りで悪魔として恐れられている、うん、さっきのスモークアイっていう名前のベヒーモスを倒すと、はい、あのベヒーモス相当悪いやつなので、はい、賞金がもらえる。それをその賞金取ろうじゃないかっていうのが、まあ、今回のあのベヒーモス討伐の流れ。ですね、僕は前説で高らかにメインクエストは紹介しません。全部言っちゃいましたね。すいません。ちょっとこれここまでにしましょう。はい、はい、すいません。ですね、クエストの流れはこんなところで、たださっき流れをご覧になっててもしかしたら伝わったかもしれないですけど、はい、仲間がいろいろとあそこ気になるよとか、うん、これってなんだろうっていうふうに疑問を呈したり、またはあっちに行ってみたいっていうふうに新たな行動を提示したりするんですね。あ、なるほど。なので仲間を介してプレイヤーはその世界のいろんなところにアクセスできるようになったり、うん、目的がだん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 広がっていったりするっていう、ここもですね、そのパーティーでいることの仲間っていうものをものすごくこうシステム的にも活用して、なるほど、自然に旅ができるような作りになってるっていうのをちょっとだけ付け加えさせて次行こう。自分が見落としてたかもしれないものでも、もしかしたら仲間が気づいて、うん、あそこに何かあるぜって言ってくれるかもしれない。そうです、そういうことですよね。そうです、はい、はい、
じゃあちょっと次です、はいはい、あの次に切り替えてください。これこのまま今だんだん暗くなってきましたけど、うん、今切り替えたらもうすっかり夜ですよね。そうですね、はい。時間が24時間経過していくということはですね、うん、それぞれの時間帯に特徴があるということで、うん、夜はこれまでも説明してきたんですけれども非常に危険な時間帯なんですね、はい、今誰かに狙われてますけれども、ま、はい、ここで多分出てくるモンスターはなんかいる、いるでしょう。ああ出たゴブリン、はい、ゴブリン、ゴブリンは本来地上にはいない、うん、ダンジョンなど の光の届かないところにしか生息しないモンスターなんですけど、はい、夜になるとそこから出てきて、うん、フィールドを徘徊すると。ははは。で一見まあ可愛いし弱そうなんですけど結構強い、うん、あとはちょっと厄介なその光の届かない場所に生息しているモンスターたちはちょっとねこのいやらしいステータス系の攻撃を使うんです。ああ、今なんかポーション盗まれましたよ。ポーションも盗みますなんかさっきの淡いこの赤いエフェクトみたいなのが、うん、これ毒毒攻撃、あ、なる、これがステータス攻撃、はい、ただ今しれっとパリして反撃してますけども、うん、叩き潰してます。叩き潰してうまいからこの人、はい、まあ、ガルラにはやられたんです、ね、そうガルラには勝てないけども、まあ、ゴブリンのこれぐらいの数だったら、うん、まあ、レベルも結構高いし対抗できる。まあでもこれで夜全然危険じゃないじゃんと思ってもらうとちょっとそれはあれかなと、早くかなと。なるほど。もうこれねしばらく戦ってると、うん、だん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 敵が集まってくる。あ、そうなんですか。そうなんです。あ、今ちょっとやったかな。あ、毒を、あ、毒っぽいエフェクトになってます、はい、今 HP が0に、うん、あ、復活しちゃった。 HP って実は0になってすぐにそれで戦闘不能じゃなくて、うん、瀕死っていう状態があってですね、はい、HP0 になった後にその瀕死ステータスが完全に切れた場合に戦闘不能ですね。なるほど。なので、さっき一瞬赤いゲージになったんですけども、その赤いゲージがゼロになると本当の戦闘不能。あ、今これはですね、ニフルハイムノンですね。そうです。すげー出てきた。おーおーおおこれは今戦ってたゴブリンとは全く関係のない。今回ストーリー上の敵国であるニフルハイムという国の軍。こいつら人造兵ですよね、はい、ロボットですよね、機械兵ですね、うん、人間の形してますけれども人間ではないので、なんかちょっとこう異常な動きもするし、なんか銃も撃ってくるし直接攻撃もしてくるし、最後かなりびっくりするような攻撃も仕掛けてくる。でこの兵はかなり強いんです、うん、なので体験版でも昼間にガンガン出てくるわけではなくて、うん、あるエリアに行くと、例えばまあ言っちゃうと道路の上を歩いてると見つかりやすくて、あー、なるほど、兵に襲われるんですけども、はい、夜はやっぱり戦闘が長引くので、うん、かなり見つかりやすくなってやってくる。昼間でも長く戦闘してるとやってきたりするんですけ ど、 なるほど、その時間はかなり夜の方が見つかりますね。なんかヘルメットが吹っ飛んだりしてますね。そう、だんだん破壊されていくんです。でも結構気味悪いですね。そうですね、あと本当強いんですよ、うん、で今すでに、全員、あ、なんだ、全員瀕死ですよね。あ、これはあれ、もしかしてやばい、あ、やばいやばい、これちょっと逃げて、あ、そうだね、ポーションで、ポーションで回復してくださいポーション、ポーション、ちょっと一回離脱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 、やばいやばい、離脱離脱離脱、あー逃げて逃げて、このように危ない時には逃げないとダメです。でこういう風に夜のプレッシャーは本当にきついので、うん、ちょっと例えばさ、キャンプ地探して、あ、あったよ、今煙がぼーっと出てるところ、はい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 、ここはいろいろ点々とこういうキャンプ地があるんですね。おー、なるほど。ここに来ると不思議な力がここに宿っているので、はい、敵は来ない。あ、でここでキャンプを張ることができる。よかったです、ね、これメニューが今キャンプするときに最初に料理を選ぶんですけど、はい、体験版では
持っている食材で、うん、イグニスが自分で献立を決めちゃいます。で メニューを選ぶっていうのはどういうことかっていうと、はい、自分でどんなステータス効果をつけるかってことなんですね。なるほど。で体験版ではまずステータス効果っていうものがどんなものがあって、うん、それがつくことでゲームがどう変化していくのかっていうのを分かってもらうためにイグニスが自分で決めちゃうんですけども、はい、製品版だと自分でイグニスに献立をオーダーします。これ例えば、うん、あの材料にガルラの肉って書いてますよね。さっき倒したから、そうその肉を使って、はい、っていうイメージなんですね、はい、その肉 と、別の食材を使って今夜はイグニスはこのシチューを作ります。あ、なるほど。いいですかってことで宿泊するを選ぶとあのキャンプに移行します、はい、ではちょっとキャンプ入ってみましょう。フリーバトルっていうのは、まあ、今日はここではちょっと触れるのをやめます、はい。本当貧乏だなっていうコメントが今出てきました。まあ、貧乏なんですよ。おっと、美味しそう。はい。これ今イグニスが作ってくれた。どうですか、次世代グラフィックスを感じますか。飯テロですよ、ね。はい。これがあれですよ、新世代機で表現する最高の料理の絵ですね。はい、で今のあのシチューは、あの今3つ出てますかね。3つのステータス効果を得ることができます。ああ、なるほど。絶好調と集中と耐性、はいはいはい、で、まあ、絶好調っていうのは攻撃力が上がり、うん、まあ、さっき説明したあのダッシュの、はい、ダッシュできる距離がかなり伸びる。あ、なるほど、はい、で好調っていうのもあって、うん、絶好調っていうのもあるんですね。その絶好調がつくのと、あと集中っていうのはクリティカル率が上がりますね、うん、はいはいはい、耐性っていうのはさっきのゴブリンのようなステータス系の攻撃に対する耐性がつくので、レジスト率を上げるみたいな。そうです、これ多分毒耐性だと思うんですが、はい、なるほど、はい、この3つがつきますよ、うん、今レベルが、全員右側見ると、うん、画面の右側にレベル15、15、15と、はい、マイク F15 なので、あ、わざわざ調整したんです、はい、そうです、わざわざ15にしてもらったんですが今その左側の方に経験値があるんですよね、 EXP が。あの経験値が宿泊することで全部今度生産されて、なるほど、次のレベルの必要経験値を満たしている場合レベルアップ処理が入ります、うんうんうん、ちょっとボタンを押してください。まずバフがついて、はい、そしておお、なるほど、はい、あ、レベルが上がりました。 FF15 から16になったということになり、例えば必要だったんでしょうかねいらないレベルアップすると思ってなかった。なるほど、はい、で次へっていうふうにすると、このように夜明け前にバフがつき、はいはい、そしてオートセーブもされたと。そうです、そうです。ここでセーブが行われて朝がまた始まるという。なるほど。でさっきのキャンプの時にイベントが入ることがあって、うん、製品版だとあそこで例えばその連携技の特訓が入ったりとか、うん、そんな感じのイベントが時々入る。なるほど、はい。じゃあなんか常になんか会話があるとかではなくて、まあ普段はこういう感じでキャンプはしていくけど、はい、まあ何かしらトレーニングで技を覚えたりとか、はい、そうです、イベントが発生したりとか、はい、そうです、こともあると、はい、その日の思い出を話すイベントも発生したりとか、なるほど。あとはそのキャンプ地によって得られる効果がその時々で結構変わってきたりとか、うん、あと宿泊の施設によって、うん、バフがつくんではなくて例えば経験値がレベルに変換される時に倍率が高くなったり、いろんなものがある、ね、なるほど、はい、じゃあその時々で自分にとって必要なものをこう選んでいった方がいいんですね。そうです、そうです、うん、はい、そしてあとキャンプを張るとそのキャンプ地にはいつでも一瞬で戻ってくることができるので、お、それはファストトラベル的なものですか。そうですね、あのちょっとじゃあトラベルメニュー開いて、あの目的、宿泊地に戻るっていうのは直前の宿泊地にパッと戻る、はいはいはい、なるほど、はい、なのでやばいなと思ったらすぐそこに戻ってきて、キャンプも一回張って、うん、効果をもう一度つけて、うん、もう一回出発するっていうのができますね。まあこの広さですからね、便利ですよね。はい、ね、あのバフはずっとつき続けるわけじゃなくて1日経つとだんだん消えてくるんですよ。あーはーはー。で、はい、かなり強力なので、バフが切れた時っていうのが、すごく弱くなった気分になる、うん、なのでそのまま戦い続けるのかもう一回バフをつけるのかいうのを考えながら、毎日のサイクルを楽しんで、じゃあまあ男気のある人はもう俺は飯なんか食わねえ、うん、もう素のステータスで行くぜっていう人はもうキャンプも張らないで行けと。そうですね、はい、男気あまり関係ないですけどそういう趣味の人はそういうプレーをすれば、レベルも上がらないし、はい、バフもつかない、あ、もう縛りプレーですね。はい、そうですね、はい、
まあ確かにアクションシステムなので、うん、その腕だけでなんとかなる可能性はあります、うん、ただ普通の遊び方としてはやっぱり RPG 的に、うん、レベルも上げるしいろんなものも集めるし、はい、効果もつけて攻略していくという遊び方が、まあ、大体皆さんやるのかなっていうふうな調整、バランスの調整になる。まあとにかくこいつ強いなって思ったら地道にレベルを上げれば、うん、なんとか解放はあると。はい、はい、そうです。じゃあ最後にですね、うん、メインの流れはさっき見せないっていうふうに前説で言ってましたけど、うん、すいません、あのベヒーモスをちょっとだけお見せしようかと思って、はい、ベヒーモスの場所にも行けるのを用意したんですね。ちょっと切り替えてます。最初に流した、うん、FF レシキ HD の、 あのファイナルトレーラーの最後にもちょっと15に入ってましたけど、はい、そこでちょっとだけ出てたベヒーモスがもうちょっとこれを見るとどんなシチュエーションで出てきたのかっていうのが分かると思うので、なるほど、あのまま追い続けた、まあ、結果がここなんですかね。そうです、そうです、うん、ベヒーモスを追い詰めていくとだん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 生息している場所を特定できるんですけど、はい、その途中段階のものがちょっと緊張感がある。そうですね、ここでちょっと黙る、あの皆さんゆっくり見て、はい、グラディオ、こっちだ。マジか、今絶好調なので、うん、ガンガンダッシュ。聞いてみろ。疲れない、距離が伸びた。この先で間違いないな、はい、行くしかねえか。もう明らかに向こうにいる感が超怖いんですけど。そうですね、こういうやっぱり臨場感とか本当に生きているとかそういった方向でのその、うん、こだわりっていうのかなり、お、これなら余裕、みんな持ってる。あ、ここはあれ一回通ってた。あ、じゃあちょうどいいんで、通ってたの普通に倒さずあれ出せますか。お、これ東京ゲームショウの後にちょっと見せた。あ、こういう技もスピード上がるの。そうですね、あの移動が全部ワープ化するのと、うん、攻撃力も上がるし、うん、MP はずっと減り続けるので、すごい勢いで MP 減ります、ね、はい、そうなんです。この剣を召喚すると、うん、ずっと MP を消費続ける限り代わりに、あ、もうなかった。アビリティもずっとその間使い放題なんですが、はい、お、MP が使ってます。あ、こういう回復の仕方もあるのか。ありますね。なるほど、ここ安全地帯っちゃそうですよね。実は安全地帯ってわけでもないんですが、うん、射撃を食らう時もあるし、あ、なるほど。例えば今回の強敵のベヒモスなんかは、うん、ここにもバッと攻撃を仕掛けてきたりするんですけど、でも、すぐにやられるわけじゃないので、うん、そこで回復を図って危ないくなったら降りて、なるほど、はい、で MP が満タンだとさっきのファントムソードの召喚、はい、あれ貧乏なの、今何かアイテムを拾わずに行きましたね。そうですね、まあ、これ今デモプレイなんでハ拾うんじゃない、拾わないのね。躊躇しました拾わないんだ。あ、お、なんだ、ちょっとじゃあ見てもらう、はい、おっと、これは別にカットシーンってわけじゃなくて、ここもプレイアブルシーンです。あの今しゃがんでノクトが前進んでるのは要は操作してるってことです。してます、移動してます、はい、
ってないんだ。目が見えない、片目が。はいはいはい。その片目が見えないことを、うん、攻略の鍵にしなきゃいけない。なるほど。僕は最初に宣言した通りメインストーリーに関わる情報を出さないようにお伝えしたわけなんです。そうですね。あ、じゃあそうだった。すみません、チレって言っちゃってました。しかしあいつ勝てる気しないっすね。あれは簡単には勝てないと思いますよ。ただ勝てなくもないし、はい、さっき大藤さん言ってたみたいにレベルを上げていけばなんとかなるし、うん、まあ、あとはほら今日触れませんって言った召喚獣、はい、あ、はいはいはい、まあ、そういったものをいろいろ駆使して、なるほど、倒すことができるんじゃないかなと、はい、すみません、じゃここまでにしようかな。はい、そうですね、はい、もう 俺の心臓がドキドキします。そうだね、そうですね、はい、はい、いや、以上でございます。はい、はい、すごい。ちょっと放送中だって忘れて普通に画面を見てしまいました。そうだね、今どれぐらいの時間流したんだろう。あれが、うん、とああいうペースでゲームが進んでいくので、うん、まあ実際なんだろうな、最速で普通にこうメインルートだけ行ってもやっぱり3時間ぐらい遊べるんじゃないかなと思うんですね。なるほど、はいはい、ということで以上、はい、実機操作による説明でございました。はい、那須さん、岩田さん、滝沢さん、うん、ずっと横でリアルタイムでプレイを今していただいておりました。、うん、本当にお三方ありがとうございました。はい、どうもありがとうね。よかったらもうこのまま見ててください、うん、はい、で、まあ今お見せしたのはあくまでそのフィールドの上での、うん、ものなんですけれども、今回ダスカの中に、はい、ガソリンスタンドもあるし、うん、そうですね、はい、もう一個施設もあるので、うん、あとは実際自分で歩いてですね、はい、いろんなところを巡ってもらいたいなというふうに思います。わかりました。はい、ではですね、僕ら今お三方が操作している画面を実際、まあ、食い入りながら、うん、タワさんにも解説をしていただいてたんですけど、うんうん、タワさんもあまりにも画面を見るので、うん、机がですね、ああどんどん前へ来るんですよ。ごめんごめん、本当だね。目が見えなくて、いやー、やっぱじゃあ次回はもうイグニスのようにこうメガネをしていただいて、ね、メガネかけてこようかな。はい、そうするかもしれないです。さあ、ということで、はい、それか最初からすごい近いところに、はい、あ、そうですね。次モニターを近めで、そうですね、はい、お願いします、はいはい、いや、放送の山場を越えてちょっとホッとしました。はい、はいはい、お付き合いいただいてありがとうございました。ただまだまだ続きます、はい、ということで、気を取り直してですね、次のコーナーに行きたいと思います。ちょっとマニアックな Q&A。 まあこの間まで田畑に聞いてこいとかいろいろ言ってたんですけど、まあ結局は Q&A をやるということでございます。いつも名前を変えながら やり続けると。もう名前を毎回変えてやります、はい、そんなとこにモチベーション持たれてもリアクションするあれはないんだけど、はい、でちょっとですね、あらかじめ僕がプリセットで用意した質問なので、もしかしたら先ほどまでで田畑さんが説明したものと被っちゃうところもあると思うんですけども、多分大事なポイントだと思うので繰り返しになってもぜひご説明をしてください。はい、はい、それでは最初の質問こちらです。ゲームオーバーの条件教えれと、うん、あ、これさっき言ったっけ、うん、そうですね、ノクトが戦闘不能になると、うん、はい、ゲームオーバーになる、うん、ただ多分さっき説明したと思うんですけど、HP が0になると即戦闘不能かというとそうではなくて、うん、HP0 になった後にそれは瀕死という状態を表すんですね、はい、なんかゼロになったままちょっとピカピカしてる状態ですよね。ゼロになると赤いゲージが出てくる、うん、そのゲージがなくなると本当の戦闘不能になってしまう、うん、でこのゲージが残ってる間は瀕死のステータスなので、うん、仲間に復活させてもらったり、はい、自分でポーションを使ったり、はい、ダッシュで戦闘離脱したりすると、戦闘不能にならずに回復することができる、そういう猶予期間。なるほど、はい、その間で何とか立て直せば、うん、ゲームオーバーにならない、ならない、でも立て直せなかったらゲームオーバーになる、うん、はい、よくわかりました。そうです、はい、さあ次でございます。で、うん、解像度とフレームレートはよと、うんうん、これはもう多分気になっている方も多分いると思うので、はい、教えてください。うん、今回体験版はフル HD の30フレームではないです。製品版はそこを目標にしてますけれども、うん、体験版はそこまでは至ってないですね。なるほど、はい、ただまあ体験版では確実にここまで持っていこうというふうなところには至りました、うん、はい、じゃあ製品版に向けてこう最適化のこうロードマップみたいなのがあって、うん、はい、一応そのスケジュール
上には乗ってる状態だと。うーん、どうだろう、苦しそうな顔しましたね。結構今回苦労したね。あの普通にまあまあ正直に言っちゃいますけど、かなり苦労はしたんですが、うん、まあでも不可能じゃないのかな。でも不可能かもしれないな。あれそういう感じ。なんだろうな、はい、もうちょっとこう勢いのいい答えを期待してたんですけど、はい、もちろんあのフル HD30 フレームに挑戦します。ただ、うん、実際遊んでもらうと、うん、今回の、あの品質でも相当突き抜けた品質で、実際ご家庭のテレビで遊べることがお分かりいただけると思うんですよ。なるほど、はい、なのでまずはそれを実際体験していただいて、うん、あとどれくらい上がっていくのかを楽しみにしてもらうっていうところが、僕たちとしてもあの挑戦しがいが出てくる感じなので、はい、まずはあの今回の体験版をお楽しみいただきたいなと、はいはい、挑戦し続ける、はい、はい、じゃあ次でございます。体験版の広さをもうちょっと詳しく知りたいなと、うんうん、なんか今までのアクティブタイムレポートでは、うん、ダスカ地方の中の一部が体験版として採用される、うんうん、でダスカ地方そのものは全体のワールドマップの中の 10% ぐらいというような言い方をしてたと思うんですよね、うんうん、ただこれもヨーロッパのインタビューですかね、なんか 20% だっていう言葉が出てきたりもしてたんで、うんうん、今どれぐらいなんだろうな、ワールドマップ全体でっていう。ね、うん、まあ、ぶっちゃけ分かんないんですよね、あんまり。分かんない。うん、多分 10倍製品版、あ、全体は今回の体験版の10倍ぐらいだって言ったのは、うん、ワールドマップのディレクションを担当してる松並だと思うんですけど、はい、そうでした。はい、そうですよね。うん、まあ、彼は多分あの安全な数。ね、安全な数。で20倍って言ったら多分僕なんですね。そうですね。僕は強気な数を言ったんですね。なるほど。つまり正確に言うと10倍から20倍。うん、分からん。これは分からんです。はいはい、これはあの実際広さを厳密に測れるわけじゃないので、だいたい縮尺でこんくらいなんだなってことは十何倍ぐらいかなっていうものなんですね、実際。そっか、はい、でそれがじゃ実際ゲームに置き換えたときに、はい、何時間遊べるのかとか、うん、その中でどれぐらい移動範囲がちゃんとあるのかとかっていうことで大きく変わるので、うん、あまり有効な指標じゃないんじゃないかなっていうふうに僕らは思ってるんですが、うん、ただ広さが実際そのプレイの体感としてどれくらいのものなのかはこの体験版でまさにプレイヤーの皆さん味わえると思うので、うん、1回それを味わってもらって10倍から20倍の中のどの辺だとこうなのかなっていう想像をもうちょっと具体的にしてもらう方がいいんじゃないか。分かりました、はい、まあじゃあ何倍とかっていう話よりも、うん、この世界の広がりとか変化を感じるには十分な広さもう絶対ありますよ、はい、もちろんあります、はい、ただまあ10倍というのはあの弱気な弱気な方で負けすぎないですよ。20倍というのは強気な方、はい、だそうでございます、はいはい、さあ次です、はい、で天候は、あ、これはそうだ、うん、天候はですね今回入れたかったんですけど、うん、入れませんでした。以上ええ、以上っていうか、なんか理由があったりしたんですか。もちろん理由はあって、はい、世界の時間が刻々と変化し、うん、天候も刻々と変化するっていうのは、はい、製品版ではどちらも絶対に必要な要素ですね、うん、で雨の処理が、はい、東京ゲームショーで見せた雨の処理が今回のエピソード出すかには全ての処理が、完成しなかったんですよね、うん、具体的に言うとなんだろうな、広い範囲 の草が雨によってしっかり濡れるとか、はい、うん、雨が降った後のモンスターの皮膚がしっかりと濡れたまま残ってだんだん乾いていくとか、はい、そういった細かいところの調整がまだまだ時間が必要だということで、はい、今回はそちらに、うん、なんだろう、その人員を投下して仕上げていくよりも、うん、召喚獣とかそういったそのユーザー体験にもうちょっとこう直接的にね FF らしく響くところに、うん、人を突っ込んで完成させていったので、うん、天候とトレードオフしてそういうそっちの方を優先。なるほど、はい、じゃあ別にその本編でもうなくなるよとかそういう話ではなくて、うん、いやもちろん体験版ではちょっと入れきらなかったんで、はい、本編を期待してくださいと。もちろんです、そういうことですよ、はい、そうです、はい、天候が入った状態で、うん、何らか多分ここどっかのタイミングで、あ、天候がしっかりと広い世界でも変化できるようになりましたよっていう時はおそらくまた何らか情報はお出しするんじゃないかなと思う。はい、わかりました。はい、次でございます。
これまあ、割と武器に関して今回詳しく説明していただいたんですけど、はい、そもそもその体験版で手に入る武器っていうのはどれぐらいとか、うん、製品版にはどれぐらいの武器があるんだとか、 なんかこうボリューム感をなんとなく知りたいな、はいはいはい、まずですね、武器は、うん、通常の戦闘で使っている武器と、はい、さっき召喚した武器があったよね、ファントムソードっていう、あのくるくるもあるやつ、ね、そうですそうです、はい、それって全然違うものなんです。おで、はい、まあ、今回通常武器に関しては、うん、最初に持っているものから増えない。でもそのファントムソードは、手に入れることができます。体験版の中で探して。はい、ファントムソードって、うん、自分の周りを回るじゃないですか。回ります。あれは、はい、今ごめんなさいね。うん、今例えば手に入れてるそのファントムソード用の武器の、うん、数に応じたものが回るんですか、うん、体験版ではそうです、手に入れた数回り、うん、なるほど、はい、製品版では回る数以上のソードを多分手に、うんうん、はい、でもなんか明らかに通常武器とは扱いが違うんですよね、うん、違いますね、まあ、それはかなり本当製品版の結構深い話ですね。あ、本当ですか、はい、これ以上突っ込まない方がいい、ストーリー的な話ですね。ただストーリーや設定を切り離して、うん、ファントムソードを召喚するとプレイヤーがどんな行動ができるのかっていうのを知ってもらうために、本来の見つけ方とは違う見つけ方で、うん、今回体験版の中に何本か入れてるんですね。あ、なんでそれを手に入れて効果のほどはちょっと確かめていきたいなっていうふうに、はいはい、ちょっとごめんなさい、大事なポイントなんですけど、うん、そのファントムソード武器をじゃあ散らばしてある、うん、探しに行かないと、探しに行かないとないっていうことですか、ね、そうです、探してください。ノーヒントです。探してください。はい。なんか急に厳しくなりました。さっきまで散々ベヒーモスのことは言ってたのに。いやいや。ガイドが必要なものと、うん、やっぱりこう自分で見つけたときに、そうですね、ノーヒントで見つけた方が楽しいもの、はい、あとやり込みと、うん、そういったところはちょっとさすがに RPG のバランスを考えながら用意して。はい。はい。次です。うん、連携。はい。バトルの肝なんでしょ。はいはい、先ほどの説明を聞いてると、うん、まあ、みんなにその連携の肌触りを確認してもらうためにとりあえず一つ入れたということで、はい、いいんですよね。そうです、はい、まあ、ガルラに対して今回連携1個できるんですけれど、うん、その連携がどう発展していくのかは多分実際に自分で触ってみるとよくわかるんですね。さっきは、まあ、1回しか連携してないですけども、はい、あれが連続していくとどうなるかとか、うん、その他の敵に対してはどうなるか可能性がありそうなのかっていうのは結構想像してもらえるんじゃないかなって思います。で、今回連携をあまりいっぱいは入れない方がいいっていうふうに判断した理由は、うん、さっき言ったようにそのキャラクターの成長とともに、はい、覚えていくっていうものであるっていうのと、うん、あと連携はやっぱり強力なので、うん、最初から持ってるとですね結構バランスを崩すんですよ。あ、なるほど、はい、そういう意味で、うん、まずはそのコウ、ボウ、レンのうちのコウとボウ、ここ今回の体験版ではメインとして体験してもらって、うん、その次の機会なんかに、次の機会というか例えばどっかで CU を出すとかそういう時には連携メインのバトルに、はい、そういった感じで段階を踏みたいなっていうふうに、うん、はい、まあ旅を続けるに従って、うん、どんどん連携は増えていくってことですよね、はい、話し合ったり、はい、分かりました、はい、さあ次です。これね、体験版で聞くことかって気もするんですけど、うん、例えばやり込み的な要素っていうのはこの体験版にあったりするんですか。まあ、さっき言った、うん、ファントムソードを探す、あれはやり込みと思って、はい、用意してます、うん、はい、そうですね、例えばまあ体験版的に、はい、これをやったら、まあ、一応終わりっていうのはあると思うんですけど、ありますあります、はい、それが終わった後、うん、もうじゃあもうこの体験版には用はないのか、うん、例えばそれが終わった後ももうちょっとこの世界で遊び続けるようなものはあるのかとか、うん、それもね、それもあります、ね、はい、ある、はい、うん、体験版にエンディングがあるんですよ、一応。お、エンディングがあって、うん、エンディングが終わると、解放されるものも実は、うん、はい、やり込み要素だと思う。なるほど、はい、全然台本とは関係ないんですけどもね、事前の取材の続きでファミ通さんが今あそこに座ってらっしゃる、はいはいはい、はい、ものすごいうなずいてなんかいろいろ初情報が出まくってる。なるほど。すみませんね、
こんにちは。いつもその場でやってしまってすみません。はい、楽しんでいってください。はい。はい、もうそれで大丈夫。やり込み要素はあるぞと。あるよと。はい、ちょっと内容はさすがにちょっと言いたくないね。それはあの実際遊んでもらってほしい。遊んでもらって知ってほしいな。はい。はい。ぜひ遊んでみてください。はい、さあ次です。その本編へのデータの引き継ぎはあるんでしょうか。うん、これはないです。うん。ない。ないです。なるほど。はい。じゃあはい、質問、はい、例えば、はい、体験版はセーブできるじゃないですか。セーブできます。でセーブしたそのセーブデータを残しておいたら、うんうん、あなんかあるとか。なるほど、製品版の時、はい、まあ、それは検討できますね。お、うん、データはちょっとその、今回の体験版は暫定仕様も入ってるし、うん、おそらく製品版ではもうこういう風になるっていうのが決まっている違う仕様もあるんです、はい、なので引き継ぎ自体はもう難しいので今回引き継ぎはしないという風に、うん、決めてます。でも今のは引き継ぎじゃないんですよね。うん、そうですね、特典ですよ、はい、あ、それは検討できますね。わかりました。はい、ぜひ検討します。わかりました。はい、はい、ありがとうございます。はいはい、検討しておきます。はい、はい、次です。じゃあでも体験 あ、まあいいや、はい、わ、うん、かりました。オッケー。え、アダマンはってこれね、多分僕が説明した方がいいと思うんですけど、うん、あの TGS で15のこう続報を出した時に、うん、はい、かなりトレーラーとか含めてアダマン推しで、冒頭がアダマンから、ね、亀じゃねえ、顔だっていう、顔だ、はい、でですね、まあ僕もそのステージとかでアダマンと戦えるんですかっていう質問もしてたりしてて、うん、で戦いますよって言ってたじゃん。で僕らこれ本編の主要の話のつもりだったんですけど、はい、そのあの発表と体験版の発表が同時だったんで、皆さんあれが体験版に含まれている仕様だというふうに思われている方も多数いたということで。なるほど、はい、あ、それは勘違いさせてしまいましたね。すみません、ごめんなさい。これは多分僕が悪いんだと思うんですけども、ということで、じゃ あの大藤が悪い、はい、僕が悪いです、はい、いやこれはあの確かに説明の仕方具体的じゃなかったかもしれないです。アダマンがいるのは、うん、今回体験版で予定している場所とはちょっと違います、うん、でもともと体験版に収録する予定ではなくて、うん、製品版のサプライズ要素、ね、アダマンがいたっていうのは製品版の旅の中で体験してもらいたいっていうふうに思います、はいはい、だからアダマンはちゃんといるし、うん、戦えるし、うん、だけど本編のお楽しみってことですね、はい、そうです、はい、はい、ありました、はい、さあ次です。空挺今も頑張って挑戦してるっていう若干上から目線すいません、はいはいはい、この間ロスまで来てこれやってたからね。そう、しつこいって言われてましたからね、はい、あのね、今は挑戦してないですね。え、だって今体験版のマスターの真っ最中で、それは正直な答えすぎて、はい、あのごめんなさい、困っちゃうんですけどちゃんと本編に向けてどうですかっていう、はいはい、まあ、体験版が終わったらまたあの粛々と挑戦しだします。なるほど、はい、諦めてない、諦めてないです。それが聞きたかった。はい、まあそうです、あの、うん、またいずれ体験版後に何らかお話できるかもしれないですね。お、なんか含みがありましたね、はい、はい、挑戦はし続けます、はい、もちろん挑戦し続けてください、はい、はい、はい、さあ次でございます。そろそろストーリーキャラクター関連の情報くださいよ。そろそろってでも体験版をまず遊んでもらったからがいいんじゃないかと思うんですけど、はい、これもちょっと僕が答えた方がいいんですかね。そうですね、はい、あの今田畑も言ったんですけども、うん、基本的にはあの今は体験版の手触りとかそういうものを楽しみにしていただきたいというタイミングですので、うん、体験版に絞った情報を出させていただいております。はい、でまあ、無事レシケ HD とともに体験版がリリースされて、うん、まあ、皆さんからきっとフィードバックをいただいて、うん、それからですね本編発売に向けて、うん、ストーリーとかキャラクターとかこの辺の情報をちゃんと出していきたいというふうに考えております。はい、はい、もう少々お待ちください。ただ体験版のエンディングでちょっとストーリーに触れてます、うん、はい、気になる方はまず、冒頭に申し上げた通りすみません、はい、はい、おかしいな、納得はいかねえな。はい、次です。次、はい、最後かな。はい。はい、もうズバリ現在の開発進捗度教えてください。パーセントで。パーセントで。なるほど。どれくらいかな。量産に入り、それは今回の体験版の、うん、切り出して一部分マスターアップすることとは別で並行して進めていて、はい、で体験版をマスターすることによって、うん、いくつかの仕様をフィックスしたり、うん、エンジンの統合の段階が上がったり、まあ、結構進んでる部分はあるんですね、はい、なので相当進んでるんですが、うん、全体から見たら TGS の時 50%、55% ぐらい、うん、
ね。50から55みたいな言い方ですね。今やっぱり 60% ぐらいかな。はい。たった 5% かよと思うかもしれないですけど、うん、だいぶ進んで、まあ 60% かな、はい。なんか均等な上がり方しないですよね、ゲームの上がり方って。はい、そうなんですよ。うん、次、多分急に 70% になったり、うん、1回最後まで通せるようになると、一気に 80% になったりっていう感じなので、うん、なんか、地道に上がっていくわけじゃないんですけれど、今無理やり数字をつけると 60% なるほど、はい、だそうでございますということで、ちょっとマニアックな Q&A、 このタイトル嫌いだな、ちょっともうちょっともうちょっといいやつ考えます、はい、あんまり馴染まなかったです、ね、馴染まないです、ね、さあということで放送も残りわずかなんですけども、はい、次回どうしましょうか、どうしましょうかというか、うん、タバさんはあさってですよね、はい、そうなんです、ヨーロッパへ旅立つ、はい、今週ね全然寝てないですこうね、そして出張させられてしまうという、うん、はい、死にますよ、テンション高いんですよいやただうん、せっかくロンドンでやっぱやりたかったのは、うん、この間北米でもやって、うん、でまあ毎回日本でも日本のユーザーの皆さんに対してこうやって情報を直接発信しているので、はい、できればヨーロッパのユーザーの皆さんにもそういうのをしっかりとやりたいなと思ってます ね、 なのでロンドンはロンドンでちょっとやりたいと、これね普通ロンドンでやる予定のものを今日日本でやってるんだから、はい、ロンドンではやらないだろうと思ったらロンドンでやるということ で、うん、はい、で出張はあさってからなので、うん、書いてますけど次回のアクティブタイムレポートは来週です、うん、来週です、はい、来週やっぱりやりますしかもそれ用のちょっとね楽しい、そうなんですよ、はい、内容を用意してる、ちょっと面白そうでした、はい、おそらく、うん、ヨーロッパの、ゲームファンの人たちにはすごく受け入れられるんじゃないかと思うようなものを用意してますね。なるほど、はいはい、でなんかうん、ロンドンのオフィスの皆さんも、うん、日本のユーザーのことをすごく考えてくださってて、うん、はいはい、日本のファンの皆さんがすごく見やすい時間帯で、うん、放送時間を設定するつもりだ。あ、そうなんですね、はい、それは嬉しいですね、ということをおっしゃってくれてます、はい、だってぜひ日本の皆さんも見てください。そうですね、はい、田畑が英語を喋りますから、はい、全部全編英語なんで、そうでしょ、まあ、今嘘つきましたよね、はいはい、ということでまだ次回の放送時間正確なところは未公表なんですが、はい、もうしばらくで詳細発表できると思いますので、アクティブタイムレポート in ロンドンもお楽しみいただきたいと思います。はい、はい、どうぞよろしく。さあということで今回のアクティブタイムレポート取説スペシャル、あ、うん、いかがでしたでしょうか。はい、はい、ぜひ15体験版あれなんで今笑いが起きたの、はい、あこれね、そうですね、うん、はい、これこんなこと書かなくてもまあまあいいか、今書いたのかな明後日から欧州出張です、はいはい、さあということで15体験版に向けて期待が高まったなら幸いです、はい、じゃあ今回のアクティブタイムレターここまでとさせていただきたいと思います、はい、皆さんどうもありがとうございました。実際もうすぐほら体験版もうすぐ配信あと1ヶ月切ってますもんね。そうですね、はい、なのでできれば今日の内容が、はい、放送を通してよりも実際にテレビでご自身の目で見られた方がはるかにものの品質も高いですので、はい、ぜひぜひ皆さん手に取って遊んでいただきたいと思ってます、はいはい、開発一度あとちょっとだけ頑張ったらお届けいたします。あと1ヶ月、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。じゃあ本日はありがとうございました、はい。